おはようございます。釣り子 TV です。このルアー、待ちに待ったこのルアー、やっと買うことができました。ジョインテッドクローの70っていうことで、でもうこれ、雑誌とか SNS とかでいろいろ登場していて、いつ出るのかな、いつ出るのかな、今年2019に果たして出るのかななんてね、若干心配しだしていたんですけども、11月についに登場しましたよ。でね、カラーが4色出ていて、フローティング、フローティング、シンキング、シンキングって、そのカラーによってそのね、シンキングが2色とフローティングが2色ってね、出ていたんですけども、さすがにね、人気でお一人様一つっていう感じだったんで、まあ、ちょっとね、色は選べたんですけども、あと S と F も選べたんですけども、シンキングっていうの買ってみましたよ。このね、チャートバックな感じのこの色ね、これを買ってみました。でまずね、感じたのがね、釣り具屋さんに並んでいてもすごい感じたんですけども、このね、手のひらサイズのケースなんだけど、しっかりジョイクロのケースって感じのね、このケースがね、めちゃくちゃ可愛いんですよね。もうこんなね、小さいんだけどしっかりジョイクロのケースしてますっていうところと、あとはね、思ったよりやっぱ手に持ってみると小型ですね。雑誌とかで見るとどんな感じかなっていうのがね、想像でしかわからなかったんですけども、こう手のひらに乗っけてみるとね、箱ごとですけども、だいぶやっぱり小さいなっていうのはね、すごい感じます。で裏にはね、ちょっとしたこう説明書きが書いてあって、早速ね、どんな感じかですね、開封していきたいと思います。 S シンキングモデルのジョイクロ70です、ね、こんな感じのケースに入っていて、中のね、このブリスターパックも専用、70専用で、すごい小型でね、でもしっかりとこう傷とかがつかないようにね、しっかりホールドしてますね。こんな入れ物に入っていて、あ、やっぱ改めて、あー、はい、出てきましたけども、改めてね、すんごい可愛いですね、この小さいサイズね。スプリットリングではなくて、スナップが最初からこう標準で装備されているんですね。あー、まあね、このまず顔の感じ、あ、小さいけどもしっかりとね、ジョイクロ顔してますね。でこんだけ小型なのに、鱗のこの細かさね、あー、尻尾はね、ちゃんと小さいんだけど、こういう交換可能な感じのね、ジョイクロ尻尾になってまして、で針がね、小型ですね。うん、すごいね、小型の渓流用みたいな感じのね、針がついていて、でもね、このね、米粒に文字を書くような感じといったらいいかな、というかこう小さくね、ジョインテッドクロー70の S ってね、しっかりね、このお腹のところに書かれてるんですよね。でオレンジベリーで、でボディのね、接続とこんな感じ、可動域ね、こんな感じになってますってね、すごいなこれ。で早速ですね、裏の方いろいろ書いてあるんでちょっと見ていくと、ジョインテッドクロー178の誕生以来、数多くの魚を魅了し続けてきた S 字形、そして今幾多の時を経て、極限のダウンサイジングか、さらなる可能性を広げるジョインテッドクロー70っていうことで、でフローティングとシンキングの説明がこうね、裏にね、書いてあるんですね。フローティングモデルは、あ、愛の形が、向きがこうね、シンキングとフローティングで横愛か縦愛かね、こう変わってくるんですね。あ、自分はね、このシンキングモデルを買ったので、この愛の部分が縦愛のものになっていて、あ、そっか、これ釣り具屋さんで見た時ここの違いまで分かってなかったな。フローティングは横愛モデルということで、で、フローティングの方はですね、シャローレンジの攻略、水面でのステイ&アクション、複
雑な流れの中でも水を捉えナチュラルな S 字を描きます。ウェイトシールを貼ることでサスペンドチューンが可能ってのがフローティングで、今回手に入れたシンキングモデルはですね、ミドルディープレンジ攻略、ボトムステイアンドアクションと、縦アイにすることで強い流れの中でも浮き上がりにくく、また深いレンジでも S 字を描きますっていうことで、あ、ここね、こだわりの縦アイか横アイかで、で、まあ、流れに強いのが縦アイで、このシンキングモデルだよなっていうことが書いてあって、で、これね、あのね、想定していた使い方でやりたかったのが、結構最近ね、シーバス行ってますけども、流れがね、強い中での小型なベイトフィッシュを捕食している時の食わせのルアーね、これが欲しくて、で、ジョインテッドクルーシリーズだと128ってね、やつがあるので、あれがね、結構小型ベイト変色している時に使いやすいなっていうのはあったんですけども、そうは言ってもね、やっぱね、12センチ超えっていう感じになってくるので、釣れない時はね、やっぱ釣れないんですよね。ほんとね、この前ね、釣りに行って引っ掛けたイワシなんかもね、まさにね、このサイズ感だったんですよ。で、釣った魚が吐き出した、あ、イワシ食ってたなんてペッペってね、デッキの上に吐き出したイワシのサイズを見てもやはりこのサイズだったっていうことで、で、結構ね、大きめのトップとかいろいろ使ってるんですけども、どうしてもそうやってね、小さなマイクロベイトとかイワシとかを変色しているシーバスね、ものすごいボイルとかしてんだけど、なかなかね、釣ることができない。そんな時にこのね、70サイズが発売されたら、これはね、使い出があるんじゃないかな、なんていう風に思ってね、出たらね、ぜひ1個は買いたいなって思っていたんですね。それと使ってみたい場所が、まあ、何年かに一度とかね、例えば、ハワイでピーコックバスが釣れる湖なんかがあったりして、で、そこでルアーいろいろ投げるんですけども、その時はま、フローティングなんとかそれまでには手に入れたいな、なんて思うんですけども、そこの湖もね、めちゃくちゃベイトのサイズが小さいんですよね。だから、そうですね、ハンクルのジョーダンとか、アイウェーバー OSP のものとかですね、そういった、アイジ引きできてスーって動くような小型のもの、もう言っちゃえばね、ほんと先行の2インチが一番釣れるんですけども、そういったね、マイクロベイトを食っている、でもね、釣れたら結構でかいね、ピーコックバス、まあ60センチぐらいまで釣れますからね、そんなのを狙い撃ちするときにジョイクロのもっと小型なのがあったらいいなーなんて思っていて、そこでこれね、最後に行った時はね、確かあれは128が変えた後に行ったから、でもね、追っては来るんだけど、ピーコックバスは釣れなかったんですよね。で、その後ね、山の中に渓流釣りに行って、それで128ではね、スモールマウスバスね、ストリームで釣ることができたんですけども、そういったハワイの渓流とかをこう乱岸していく時とかにも、このサイズ感のね、やつがあったらね、めっちゃ釣りやすいなぁ、なんて思っていたんで、そこでもね、使ってみたいなっていうところと、あとはですね、まあ日本のもちろん渓流釣りなんかでも、何年か一度ね、行くんですけども、そういった時もね、D コンタクトとかね、D コンパクトとか、そういったルアーね、よく使うんですけども、それなんかともね、ほんとね、似たようなサイズ感のこの、ジョインテッドクローの70なんで、渓流でイワナ狙ったり、ヤマメ狙ったりするときもね、使えるんじゃないかな。こういった使い方もね、来年はね、2020してみたいな、なんていうふうに思ってますが、まずもってね、ブラックバスでももちろん使うんですけども、今一番とりあえず行くであろうところがですね、ほんとマイクロイワシを捕食しているシーバスですね。ここはね、ほんと仕事帰りとかにもね、寄ったりするんで、そういったところでね、小気味よくね、ちょこ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 ね、動かしてね、で、まあ飛距離も稼げそうなシンキングモデルが変えたんで、そんなところでね、まずは使ってみたいな、なんていうふうに思います。で、まあね、尻尾ね、これ小さいんだけど、どうだろう、取り外せるのかな。ね、SNS で見ていたら12月にはね、替えのテールも発売開始になるよって出ていたので、2個入りでね、300ちょいちょいぐらいのね、値段で、で、カラーチェンジとかで、あ、簡単に取れたな。
こういう感じでね、結構簡単に取れるパーツなので、この替えパーツはね、12月に出るよなんてアナウンスが出てましたね。ここら辺気をつけないとな、なくなったらな、ちょっと12月もね、テールね、すぐ変えるかわからないから、ちょっとね、テール脱落しないようになんかちょっと工夫して使い出してみようかな、なっていう風にね、感じますよ。で、こうやって、最初からついているスナップは小さめなので、実際に使うときはね、もうちょっと、ごつめのスナップで使ってみようかなと。こうしてみるとやっぱね、顔周りがですね、ほんとこの小さいんだけどめちゃくちゃいい感じでね、造形されてますね。なんかほんとキーホルダーにもなっちゃいそうな、こういった感じなんですけどもね、これでシンキングは重さいくつなのかなと、これちょっと気になるので、重さ測っておきたいと思います。はい、じゃあね、ジョインテッドクロー70、重さの方も測っていきたいと思います。これシンキングモデルで箱から出した状態のもの、重さは 4.6g ね、4.6g の重さということで、スピニングでね、もちろん使うのは想定してるんですけども、 4.6g あればベイトフィネスタックルね、最近のほんと軽いのがスイーって投げれる、ベイトタックルなんかでもいけちゃいそうですね。まあそこら辺はでも、せっかくこの小粒で遠くに飛ばしてボイル打ちなんかでも使いたい、こんなサイズ感なので、まずは PE ラインで組んだパワーフィネスっぽいね、そういったタックルでバヒョンって投げて使ってみようかなとかね、投げれそうだったらもちろんベイトでも投げてみてなんていう風に考えて、想像をね、妄想膨らまして、なんかこうね、手に持ってるだけでねちょっと上がってきますんでね、とりあえずまあ早く釣り針持っていきたいななんていう風に考えております。というわけで、本日の釣り工 TV はね、まずは変えたよっていうことで、ジョインテッドクローのね70、ジョイクロ70を、買うことができたので、早速開封してみて、こういった動画でした。はい、釣り工 TV でした。